皆さん、こんにちは。インストラクターの牧です。駅なんかで、階段とエスカレーターがあったら、どっちを選びたいかなって思ったときに、階段登りたくない、みたいなことがよくあると思いますが、私はですね、階段登りたくないときもあるんですけど、どちらかというと、階段でも行けるかな。いけそうだなっていう、体にしておきたいんですね。で、その、軽い体、階段を迷わず選べるような体に、するために必要な筋肉っていうのがこの股関節にあります。上半身と下半身をつないでいる大切な筋肉、腸腰筋という、筋肉。これを今日は、鍛えるエクササイズをしたいと思います。では、やってみます。横向きになります。横向きになったら、このようにして、肘枕にするか、もしくは、肘を立てた状態にしておきましょう。ではですね、ここから上の足を上げます。このようにして上げます。アップダウンです。アップしたら、前に立ち、アップして、後ろに立ち、ぐらぐらしないように、前、後ろ、真ん中の軸をキープしながら、足を上げていきます。アップ、ダウン、アップ、ダウン、吸って、吐く、吸って、吐く。吐くときに腹圧を高めて、前後、足が移動するのをブレないようにキープしておきます。ふぅ。ふぅ。アップ。ダウン。アップ。ダウン。これを全部先ほどお話しした股関節の筋肉を使って上げています。はい、結構です。じゃあ今度反対側行きましょう。では、上の足をアップして、ダウン。アップして、ダウン。いける方は少し前後の幅を大きくして、体幹がブレないように吐きながら、ふう。吸って、吐く。吸って、吐く。後ろに行った時に倒れやすいですので、バランスキープしながら行います。薄いお腹でダウン。股関節の筋肉を使ってダウン。アップ。ダウン。はい、OK です。じゃあ今度はもう一つ行きましょう。足を曲げたらアップダウンです。1、2、3。1、2、3。これは足の曲げ伸ばしをすることによって、代謝をアップする効果もあります。これですね。足には、とっても大きな筋肉がついているので、それを効果的に使って、疲れにくい体、太りにくい体を作っていきます。これも吸って、吐きながらバランスとって、吸って、吐く。ふう。い。では今度、反対側です。先ほどのポジションに、こうですね。はい。では、曲げて、伸ばす、下ろす。曲げて、アップ、ダウン。これも同じように股関節の筋肉を使っています。さらに、前ももの筋肉も大きく使っているので、じわっと汗が出てきます。上げられるところまで上げて、コントロールしながら、
行ってみましょう。センター軸の意識を持って体が揺れないように。あと3回行きましょう。吐く。はい、オッケーです。はい。普段ですね、階段を、登るとしても、だいたいこのぐらいしか足が上がらないと思います。こんな風にしてあまり階段が登らないので、この股関節の筋肉っていうのは、とっても、使わないで過ごすことが多いんですね。なので、横向きになって上げていただくと、ここに刺激が入ります。ぜひ皆さん毎日のトレーニングに取り入れてみてください。ありがとうございました。